吉田さん、お風呂上がりました。おはようございます。先日の話ですけども、私の家にね、この何ですかね、大川隆法さんの、何て言いましたっけ、これ秘宝の方じゃないけども、あ、幸福の科学か、幸福の科学さんが訪問してくださったんですよ。初めてでした。で、幸福の科学ってまあ有名ですよね。幸福実現党っていう政治団体も持ってるんですけども、まあその活動もいまいちなんですよね。で、なんか後悔しない人生ってテーマで動画を送ってくださいましたけども、私もね、39までの人生は、まあ、全く無駄だったとは言いませんけども、その無駄と感じる時間があるからこそ生かせた40代以降もあると思いますけども、やっぱり後悔ですよね。やっぱり20代とか30代で人生を強く打ち立ててる人がいたりね、まあ、自由な暮らしを送ってる人がいたら、ちょっと羨ましいなっていう嫉妬心もあるんだけども、希望もあるんですよ。これからの世代はこういった豊かな選択もあるんだってことですよね。私の頃っていうのは、第二の人生っていうのは大体60とか65歳からしか想定できなかったんで、そこまで健康維持しないといけないなとか、所得や資産も築いていかないといけないなと、40年かけて耐えて耐えて耐え抜いていく、そのための大学受験であり高校進学だったのかなっていうふうに、人生の終着駅をね、随分と先に境に伸ばしてたんですよね。まあ、そうする中で時代が変わったことがね、私のそばを通り抜けようとしたところをちょっと捕まえて、40から今みたいな暮らしに入れたのは非常にラッキーだったなと思うんですけども、でも今私40でこういった世代に入りましたけども、今が10代とか20代の方ってのは、その10代20代の若々しい肉体ですでに最初から勝ちレースを歩むこともできるんですよね。すごいな、いいなと。神様よりもテクノロジーの方が神なんじゃないかなと思う中で、この幸福の科学を進めに来てくださった方はすごく忙しいそうなんですよ。で、ゆっくりとお話を聞く機会を設けたかったんですけども、時間がないっていうことでね、じゃあ時間がなくって、じゃあいつならお話できますって言ったら、普段仕事があるんでっていう形で、仕事も忙しいそうなんですよ。つまり金銭的時間的に自由になっていない神様を信じる人が、まあどっちかかというと神様をあんまり信じてない私のところにやってきて、自由とかね、それからなんか支配をなんかどうこう解くっていうのはちょっとある意味パラドックスだなと思ったんですよ。私から見ると、なんであなた方は神に近い存在なのにそんな不自由を強いられてるんですかって考えちゃうんですけども、そこはそこでいろんな方便があるんでしょうしね。まあ妙なものを感じました。あ、これからね、だからこの本せっかくいただいたんで、幸福の科学についてもちょっとね学んでいこうと思います。あらゆる宗教団体や組織の中でやっとですよ、会えたのが。私みたいに暇で在宅率が高い人間でも、幸福の科学の直接の関わりっていうのはこんだけ時間がかかるんだなと思ったら、ほとんどの人はね、あんまり会えずに行くんじゃないかなと思います。つまり一般的なアクセスや認知度は高くても、直接自分に触れるかどうかっていうのはこのぐらい奇跡的なことなんだろうなと思いますよね。で、それよりももっともっとマイナーなネットビジネスってものが私の手に届いたってことは、さらに奇跡だなと思う。そんなことを感じながらの、12月2日の朝でございました。まあ、ね、1年を振り返るのが12月だからこそ、新年を考えて来年こそはっていう言葉がね、誰の口からでも出るからこそ、ビジネスとしては仕掛ける意義があるのかなと思います。私もね、今月はね、ちょっとしたものをね、なんか売っていこうかなと思ってますけどね。すでにプログラムをセットしましたんで、あとはね、売り上げを待つだけです。確かにフロントが100万で、バックエンド10万は、10万を安く感じさせて、ほとんど制約するんじゃないかなって気になりますよね。車を買った時でもオプションで数千円とか数万円のものが続きますけども、そもそも300万、500万のを買う時に、少々のものを安く感じちゃいますよね。実はトランザムね、洗車に回したんですけども、4万円するんですよ。でもトランザムの、その車検費用が100万だったことを考えたら、4万を惜しむもんでもないなと思って、やっぱりね、4万の洗車しちゃいますね。これがだから金銭感覚の狂いなのかなと思いますよね。洗車って今500円ぐらいでできるでしょ。面白いですね。じゃあ。